これですね。ジェネオンの、DVD でジェネオンとツーライプロの制作による、アンヌからセブンエンに続くウルトラヒロイン伝説、女神たちの共演、これは2005年作品ですね。2007年にこちらの2003年にこちらのDVD ウルトラのゆりかごと、ウルトラ Q クラブというラジオ番組、これも DVD にのち、あ、CD ボックスですか、後になりましたけれども、それとウルトラ Q ダークファンタジーと、桜井さんの本が出たんですけれども、こちら飯島さんの、沖縄での講演会で6時間バージョンがあるらしいというお話なんですけども、私は見たことがございません。で、こちらはその後に2005年に、発売されたものですね。で、監督は、平成ウルトラシリーズを結構担当されて、ブースカブースカとかも担当された原田雅樹監督、若くして、ちょっと、まあ、天に召された監督さんですけれども、脚本構成が、秋広康夫さん、音楽が冬木徹さん、監修三田和穂さんですね。他のスタッフはこちらの方の DVD のエンディング、あのブラックにフェードアウトしてから、文字がテロップで流れてますけれども、まあ、当時のスタッフが、まあ、列記されてましたね。で、出演者は桜井ひろ子さん、星光子さん、吉本高美さんという、平成までのウルトラヒロインと、あと監督さんとして実相寺明夫さん、三田和穂さん、プロデューサーの橋本洋二さん、そしてやっぱりでおなじみの熊谷健さんで、ナビゲーターが石橋圭さん、そしてナレーターは間地裕二さん、あのギガの声をされたりダイナとか電光超人グリッドマンのナレーターをされてらっしゃった方ですね。まあ内容的には、また内容を言うとネタバレになるといけないので、また、興味のある方は、中古 DVD とか検索して探して購入してください。裏はこんな感じですね。まあ、結構2003年から2005年の間に星光子さんとか、まあ、DVD「ウルトラのゆりかご」では津沢くんが、津沢さんが、出演されて、まあ、そんな経緯でいろんな方が、再登板されてますね。結構制作が喫緊だったので、ティガの吉本高美さん、レナ隊員役ですねが、まあ出演されてますけど、この柳瀬レナ問題というのは、ティガを真面目に1話から見ていた人からすると、まあ
飢餓の次の第二難ができた頃にはもう柳瀬玲奈という名前に固まっちゃったんですけれども、これはねシリーズ構成していく人たちがまともに飢餓の前半を見ておられないということが判明したということでしょうね。まあ、仮面ライダーストロンが役だった荒木茂さんですねが、レナ隊のお父さんだと気づかないのは、性が違うからということをちゃんとイルマ隊長言ってたんですけれども、まあそこのところを飛ばしちゃってる円谷のスタッフ、そしてまあ H さんですね、私の苦手だ、まあいいや、そういうことでこれを今日は見ました。これについてはまた詳しく言うか言わないかまた別として、内容はまあやっぱり言わない方がいいでしょうね。ただ実相寺さんと桜井さんのやり取りはまあ面白いですね。まあ微笑ましいというか、まあ33年ぶりにこの時点での33年ぶりに出演されてた星光子さんとか、そういう、結構気になる映像とかありますね。はい、はい、まあそんなことでぜひご覧ください。